はい、4月の21日木曜日です。本日の新聞コラムの音読を行います。東京都小笠原村に属する硫黄島は23区から約1200キロ南の太平洋上に浮かんでいる。先の大戦の最中にも約1000人の住民が暮らしていた。もっとも昭和19年6月に総司令官として着任した栗林忠夫中佐は、軍属として徴用した男子を除いて全員を内地に送還する。栗林は地下に陣地を作り、トンネルで結ぶよう命じた。約2万人の将兵を潜ませ、上陸する約7万人の米軍に対してゲリラ戦を展開する作戦である。実際、米軍が5日で占領するつもりだった硫黄島を1ヶ月以上守り抜く。死傷者の数では米軍の方が上回ったほどだ。ウクライナの侵攻するロシア軍は東部地域で攻勢を強めている。アゾフ海に面した要衝マリウポリではウクライナ軍や武装組織アゾフ大隊の将兵が市内のアゾフスタリン製鉄所に立てこもっている。東京ドーム約230個分という広大な敷地に、平時には1万人以上が働いていた欧州最大級の製鉄所である。第二次大戦中に一時ナチスドイツに占領された教訓から、ソ連は地下に要塞を建設した。いくつもの施設はトンネルで結ばれ、ミサイル攻撃にも耐えられるほど丈夫な構造である。製鉄所を包囲するロシア軍と親ロ派の武装勢力は攻めあぐね投降を求めてきた。ただし硫黄島での激戦と事情が違うのは、約1000人の民間人が避難していることだ。水や食料も尽きつつある。内部から投稿された動画では、4歳の女の子が自分の家に帰っておばあちゃんに会いたいと訴えていた。かつて日本の多くの戦国武将も籠城戦を余儀なくされた。勝ちを収めるのは味方の援軍が欠かせない。ウクライナ軍にその手立てがないとすれば、数日間でも休戦を実現して民間人を救出するのが急務である。令和4年4月21日木曜日、三景明の音読を終わります。硫黄島の激戦もすごいですけど、このマリウポリのアゾフスタリン製鉄所、すごい広いところにどれぐらいの1000人の民間人が避難しているということです。休戦を実現して民間人を救出するのがいいと思いますけど、ロシア軍は何をしてかすかわからないので心配です。本日の表題は次のように決めてみました。アゾフスタリン製鉄所の要塞。はい、本日もありがとうございました。